続いてはフランコ・ゴールドマン作曲のマーチ木陰の散歩道をお送りいたします。ゴールドマンはメトロポリタン歌劇場でコルネットを吹き、ドヴォルザークに作曲を指示していた経歴を持つアメリカの作曲家兼吹奏楽指導者です。言語タイトルをオン・ザ・モールといい、ニューヨークのセントラルパークを歩く人々の様子を音楽で表現したものと言われ、その明朗で爽やかな曲奏が印象的です。特にトリオ部分では演奏者が歌声で旋律を奏でる実に楽しく陽気な作品です。それではマーチ木陰の散歩道をお楽しみください。